六六,六の段の六五三十じゃない六六三十六じゃない六七四十二六八四十八六五十四六九五十四だから四角は九だ。丸二四角かける四は 28。何に4をかけると28かな。掛け算は入れ替えても答えは同じだから。4の段を考えるといいね。死にが8。四三十二四四十六四五二十四六二十四四七二八四七二八だから。 7を入れると「7428合ってるね」答えは「7」だ「丸三9の段だね」「9218だから2」すぐ見つかるよ「丸四8が1つで 8?1×8 八は8八」だね「1」だ簡単だ。 動画を止めて練習問題をやってみましょう答え合わせをします1番「3・5・15」四角は52番「5 7, ・7・35四角は73番「7 8, 56・8・56 八七五十六。8 56? 答えは八。四番。二九十八。九二十八。四角は九。掛け算についての勉強は、これで一旦終わります。割り算や掛け算の筆算の学習までに。百はすくく三分以内でできるように。頑張りましょうね。バイバイ。